ガバントスラジオ始まります。よろしくお願いします。お願いします。今回のテーマはガンバ大阪対鹿島アントラーズの感想会です。僕は同じ時間にトス対セレッソの試合がありましたので全くちょっと見てないんですけども、ガンバサポのマッキーに試合どうだったか教えてもらいましょう。このチャンネルはサガントス、ガンバ大阪の試合のプレビュー、レビュー、チームや選手の情報などについて語っていきます。サポーターの方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。ガンバの試合をあの大画面でメインで見ながら、ちょっと iPad でねトスの試合を流しにしてたんですけど、そっちの試合の方がよっぽど面白かったです。スタッツだけの感想で言うと、前半は五分だったんじゃないんですか？違うんですか？いえ、違いますね。あの前半からもう押されてて、うん、まあ、ただ何でしょうね、最後のところはしっかり跳ね返すというか、うん、鹿島の一番ストロングなサイド攻撃、うん、でクロス持っていかれたりとかっていうで危ないシーンも何個かあったんですけど、まあ、うん、最後のところはしっかりやらせずにできてたんですけど、まあ、ほぼほぼガンバはチャンスがなかったですね。で、まあ、後半じゃあちょっとそれで耐えきれなかったという感じでしょうか？もうその通りですね。まあ、後半もう1分ぐらいからもういつ失点してもおかしくないなっていうぐらい押され出したんで。じゃあよう耐えたな。いやもう正直本当にもういつ失点すんねやろうっていう感じで、まあ、ちょっとガンバはね日程かなりきついんで、そういうコンディション部分もあるかと思うんですけどね。まあね、まあそれにしても、まあ、確かにコンディションはねかなり厳しそうというか、先週の動きももうかなりなんかしんどそうな感じはあったんで、まあ大変なんでしょうけど、まあそこをね乗り越えていってもらわないと、こっちもサポーターもねみんな楽しみに応援してるわけですから、まあなんとか1点取りに行く姿勢は見せてほしかったんですけどね。フルス対決で注目だった庄司選手どうでした？まあ、庄司選手はね、やっぱり最後体張ってというか、エベラウド選手とかなりやり合ってたんですけど、お前節庄司選手がね休んでるんで今日はフルで出てたんですけど、まあ、かなり頑張ってましたけど、あの失点シーン最後庄司選手が取ったかなっていうところを取り切れずに荒木選手に持ち運ばれて、ラストパスを荒木選手に送られてっていう、まあ失点にも絡んじゃったかなっていう感じなんで、まあ次に行きたいですね。まあちょっとここ2戦ね、強敵に、まあ、1点差でちょっと連敗になってしまいましたけど、はい、まあ連戦は続きますんでね、ガンバの方は。はい、また中ぶつかる次大分です。まあここねガガガッとグタガタっといかずに大分、うん、ちょっと負けられない試合になるじゃないですか。いや負けられないっすよ。ホームでまだねリーグ戦有観客にしてガンバ一勝もしないですからね。ここはねぜひとも暑い夏に暑い試合を見せてもらいましょうよ。そうですね、本当に多分ガンバのサポーターみんな点を取りに行く気迫を感じたのがウェリントンシューバーだけやったっていうねことを言ってる方もいるんで、まあ、そういう風に映ってしまってることはちょっと問題あるかなと思うんで、確かに今回ねちょっと一気側になって頑張ってもらいましょう。ああ明日オリンピック代表の堂安のユニフォームが我が家に届くんで、まあちょっとそれで機嫌を直します。よかったやん。ありがとうございました。ありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。今後もサガントスガンバ大阪を応援していきます。サポーターの皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。